キュルさんいます。うわ。いちごめっちゃいちごのパジャマ着てる。見てこれ。かわいい。あつあ。危険。明日？もっと2700円つねさん食べたよ。そう今日はあのゆいなと思わせてのクリスマス。なんとまさかの一緒にいるの珍しいね。そうなんですよ、いちごとはあんまり一緒にいなくてあんまり仲良くなくて。何そんなこと言うんですか。そうやれないですね。いちごとあんま仲良くなくて。倦怠期誰とクリスさんとどうやるのそうクリシャンクリシャンチなんか、うん、クルさん家にクルさん家入れてくださいやって言ったらオッケーってそうだよ、うん、から来ちゃったよみたいな。わしって優しいからねそうですやばい、不仲すぎる。ちょっとちょっとさすがに不仲すぎた今のはやばい。演技演技ジでか、あ、ジジが、ジの設定、でか。ちゃんとかがするジの大きさで見てます、コメント。え、配信時だけ？いや、配信時だけ。あ、そうなの。ここが遠いから、うん、やめないねみたいな。クルさんが年上？うん、違いますよ。先輩クルだよ。珍しい、配信でさ、レッスン上でするくらいだよね。確かに。あの、先輩クル出るの、うん、1個下か。19？ え、でも今年は…あ、じゃあ1個下じゃない、私が1個下1個上だった。今ちょっとやったなって思いましたよ1個上か。はい。へぇ、ラクラク本やばい。そう、ラクラク本こんばんは。そう、ロードモバイルありがとうございます。また、あの、感謝のありがとうございます。感謝のあれをユイニャンと何かあったのかな。うん、何もないよ。優勝嬉しかったです。ちょっと肩だけ。これはクルグラビア楽しみにしてください。あ、2.5キグラビア楽しみにしていてください。でも本当にたくさんの方ギュー入ってくださって嬉しかったので、ね、ゲーム本当に安住追い出されたって。うん、追い出した。安住さん追い出されちゃった。クルシャン怖い先輩。え、それはリオシャン。むずい。でも本当に最初の時みんな、やばい 2.5 期さん怖いかな、え、誰が一番怖いと思うみたいな話をしました。あ、なんか、え、台本じゃなくて MC にスタンして。僕大事じゃろ。絶対一番怖いのはリオさんで、うん、え、それはまだ関わる前。関わる。で、誰、え、次誰みたいな話をしてて、え、マピさん、いや、安住さんだねってみんなで。え、推しじゃないの。クルさんは全然、うん、え、そうなの。怖くはなさそう。私さ、なんか顔怖い、なんか真顔怖いって言われるけさ、絶対入ってるだろうなと思った。いや、ランクインはあずみさん。あずみなんじゃ、意外。あずみさんは最初のレッスンの時の表情が怖すぎて死んだった。なんかもう多分疲れちゃったもうなってたから、やばい怖い怖いみたいな。みんなで、じゃあ休憩みたいな、入った時、あさぎさん怖いみんなで実は話してたっていう。めっちゃウケるんだけど。あずみ、やば、疲れたんだね相当。ちょっといつだ、ちょっとさ、怖かったんだ。おもろすぎ。絶対あずみそんな思ってないよ。わし、うん、が一番優しいだっただろうとか思ってる。白23びっくりした。ね、黒髪24までなんか。ご褒美グラミアですから。嬉しい、怖がられてなかったの。こいしょ、あんた。やばい、この笑い声。え、くるくるが怖そうだと思って3期ヒータンですよ。圧倒的ヒータンなんだけど、ヒータンは、なんか見た目が怖い。うん、こちょっとリスナー。いや、褒めてる。
強い女。ああでもそう、強い女感すごい。ヒータ、ヒータは多分全員から恐れる。まず最初の3期の最初のレッスンの3期だけの時ももうみんな怖い怖い怖い。え、そうなの。みんなってか、私リサコはなんかえやばい怖いみたいな。ウケるんだけど。みんなビビってたけど。同期に怖がるのやばすぎ、かわいそう。ただの人物だった。あ、いちごの第一印象が、え、いちごいちごの名前と名前ってこと、うん、だって、そうそう、まずさ確かに何の情報もなくて、なんかそう普通にお披露目、なんお披露目なんだったっけ、え、なんか6周年の、うん、あの、なんか、何でしたっけ、なんか、あ、そうじゃん、アフタートークみたいな、あ、うん、で、レッスンの時に資料だけ入っとって、サンキちゃんのね、うん、で顔とかはまだ見たことない、名前だけ、そう、お披露目、なんか TikTok で拡散、うん、あの、はいはい、出とってじゃん、それもまだない時に資料だけ、名前だけ来たんよ。で、名前見て、これなんて読むんじゃろうねとか、みんなが予想しよって、いちご北沢いちごこんなザ・アイドルみたいな名前の子おる、うん、みたいになって、で、私は探しました。あれがいちごか、めっちゃ目合わせたじゃろ、え、めっちゃ目合った今あれがいちごかと思ってめっちゃ目合わせた。怖え、怖い、ちょっと、え、ちょっと怖い、あ、え、嘘ですよ。なんか気まずくないですか今日、異常になんかこんな気まずかった気まずさがやばい気まずいと思ってなかった、悲しいわ、え、ミスった。そっか、じゃあもう始まるか。ランキング確かになんか普通にさ静かな空間で一緒に一人で喋るとあんまないもんね。絶対二人で話しても絶対誰か邪魔してくるもん、うん、確かに。じゃ違いますよ、それは、うん、クッさんが、うん、ひーちゃんって言ってひーちゃんのところに行くから、私はもうなんかひーちゃんと話してやるって思ってもういいわっつって行くんですよ。行ける。浜田響が登場した、うん、すぐね、登場するもん、浜田響クリスさんってひーちゃんのこと浜田響って言うの好きですよ、うんうん、響きがいい、響きだけに、ひーちゃんに響け。え、お土産もらったよ、クリスさんになんか、すごい美味しい、あのすごい美味しい、なんか、わかんない、現地のなんか美味しいフルーツを使った飴みたいな、うん、ドリアンね、はい、美味しかったじゃん。もう超美味しくて、もう口にできなかった、美味しすぎて本心、本心、美味しすぎて、ちょっと、ね、これは、ちょっと取っておこうと思って、うん、でもチョコもあげたもんね。え、チョコは、あ、チョコも美味しかった。危な、危ないわ、なミスるとこれやったチョコは、え、え、本物のドリアン食べたんですか2つの果物みたいな、本物のやつ食べました。わし食べてるの、わしが食べたのはなんかメレンゲみたいなクッキーみたいなやつ、ドリアンのメレンゲ、そうそうそう、で、飴より多分、ああ、飴よりも、うん、香りを感じると思う、香りを感じる、うわ、うん、アイスも売っとってさすがに食べれなかった。なんかでもクレさんはなんか悪い顔してニヤニヤしながらなんか動画を回して食べて食べてって言って動画回したんだけど、とても出せるような映像にはならない。ヒータンの顔がやばすぎてなんかもう地獄みたいな感じミキサーで混ぜられたみたいな感じてた、顔がもう気曲がってた。後輩てるクレさん好き、あ、嬉しい。確かに後輩、どこなんか何フルネームで呼びたい、栗島優香さん。でもなんか、うん、いやもう本当に苦しい、栗島優香さんってたまに言ってます私ふう、いいと思う。ミスったな、ミスった。さっきの中で誰と一番仲がいいの、わちょっと耳塞いどくんで言ってください、ちゃんと。一番最近はヒータンかなあ、いちごいちご、いちごです。いちご、いちごか、うん、だって遊びに行ったしね。え、そうですよ、うん、確かに、うん、
確かに確かに。だって私ヒータンとそんなことないし。ヒータンとクルさん何話すんですか。え、ずっといじられとる。ヒータンがお菓子食べよって、なんか響きがヒータンお菓子ちょうだいって言って、いいよって言って食べとって、え、じゃあ私もちょうだいって言ったら、え、クルさんダメで、え、なんでって言ったら、クルさんはダイエットしないといけないから、ヒータンがして、それはじゃけ、いや、そのまま言い返すわね。じゃけ、そういうことしか喋ってない。じゃけ、内容はない、うん、ちょっとヒータン最近暴れてる。結構本性が溢れ出てきて、うん、いい感じ。絶好調、クルさんへのいじりも。でも、今日嬉しかった。響きが、あの、クルさんのウエストいいですねって言って触ってくれる。セクハラ。セクハラ説も結構硬いって。硬い、私の硬いウエスト硬いらしい。どういうか、それいいことなんですか、硬いって、うんうんうん、腹筋って。あ、そうそうそう、腹筋あります、クルさん。見てる見てる。ひーちゃんの前ですね。そう、ギリギリ。ただもうコメント何にも読んでない。最悪。読みなさい。読むんじゃうんだから。ドリアンスーパーで7980円、高すぎ。そんな高いの日本で。高すぎません。高いね。100円ぐらいで絶対。でも本当に頑張っているよね今ね。はい、もうだってなんかもう自分のお披露目の映像とか普通見れないんですけど、うん、見たらもう多分泣いちゃうと思う。みんな泣いちゃうと思う。頑張ったねって。でも本当にほんまに、え、すごいだった。私なんならなんかもう3期見てね、泣きそうになる。なんか、頑張ってる、えらい、えらい。泣いてくださいじゃん。え、それはいい。あ、ふぅ。ミスあ、今日去年の夏のツアーは3期を見た。頭3期を見て頭くっかちょっと。え、でも去年の夏のツアーに関してはだって入って1年目じゃん。何も3ヶ月4ヶ月とかじゃろ。え、そんな当たり前だのクラッカーですわマジで。だって未経験じゃろ。はい、そんなもんよ。なんかダウンとか分かんなかった人いるのか。やばかったよ。大好き。やばかったほんまに。よくあれで出ましたよね、涙出ちゃう。なんか、うん、私もだたまに3期振り覚えてきて、あ、入ってますね。それ入ってますよ、ね、3期振り覚えてきてないよね。入ってますね。入ってますよ。何入って、なんか最近流行りの言葉があって、なんかちょっと、うん、なんかレッスン中になんかめっちゃもう困ってる人を全然言ってるんですよ。で、結構よく入ってるなって思うのは、まあ、あずみさんも入ってるし、ゆいなとかも結構入ります。そうなの。ゆいななんかそっちの入るじゃなくて、なんか、うん、え、なんとかかんとかだからみたいな、なんかそのめっちゃ早口で喋る系の入り方をしてて、ゆいなも、ゆいなはこっち系の入る方をして、だからなんかちょっと様子がおかしい人がいたら、あ、今日誰々入ってるねって話してるんですよ。そういうことね。でもさ、みんなそう、なんか長期間の長時間のレッスンだから疲れてたりして、うん、なんかそのこう、今日ちょっと疲れてるなみたいなとかもあったり、やっぱ振りとかこう合わせるってなっても意見が食い違ったりするよね。ちょっとね、こう、いや、こっちだよこっちだよみたいなことあるから、あるけど、それはいい意味ね。うん、いい意味で入って改善しようと思ってみんな入ってこう、ゾーンに入ってこうだろうこうだろうっていう。最近一番入ってるなって思うのがノアピさんなんですけど、ノアピさんがなんか私の顔見るたびになんか多分なんかなんだろう、変顔ではないけどなんか私が一回ノアピさんがその顔してて、なんか、え、その顔ノアピさん史上一番無理ですって言ったら、それをずっとしてくるようになっちゃって、クルさんが海外に行ってる時にずっとなんかその変顔をしてきて、最近もずっとそれを目が合うとしてくるんです。あの入ってるんですよ。だからもうずっと入ってて、ノアピさん。まあ、最近見ないでね。昔ひどかったね。正直あの頃は見れなかった。言い過ぎ。もう言わないです。いちごの半分みたいな。めっちゃミスってた。やめ。
なんで焦ってるんですか？でもそんなもんよ、普通に成長みたいもんね。そうですよね、やっぱそれがいいよっていう、うん、そうよ。一応まだマシ。ちょっとなんか大丈夫それ、なんか誰か特定の人物に向けて言ってえ、なんで？いちごずっと名指しよくない？なんかもうクビになるって泣いてた、やばい。そう、毎回レッスン終わって、うん、帰って配信してた、やばい、このままだと本当にクビですって言ってずっとやってて。でも誰だったっけな、なんか誰だったか忘れたけど、なんかかなんかな、なんか誰かわかんないけど、誰かも振り付け間違えた、やばい、クビになるかなこれってずっと言われてた。だから、クビだねって言ったもうクビだよって。クルさんの権限でクビ。そうそう、伸びしろしかなかった。え、それって悪い？え、いい意味だよ。いい意味か。うん。え、なんかさっき気になったコメントで、なんだっけ、なんかロモバ、え、FK にやったの？ FK、 FK にやり返したの？ FK？ ノアピの一番無理だから。え、そう、最近サンキちゃんみんなに言われる、最近ノアピさんが変顔してくるんです。やっぱ私が、多分ノアピさんがその顔して、うん、ちょなんか爆笑したんですよ。だからみんなが笑ってくれると思ってるかわいい、初めて、かわいい、あれ線やばい。でもあれじゃないんだ、やっぱ何、中2だって今、中3か、え、多分中3から高校生にかけて変顔の時期やん、変顔が楽しい時期。確かに。だって私ちょっと最近まで結構ずっと変顔ばかりしたらノアピーに怒られてたの変顔したらその顔になるよってノアピーに怒られてたけど、ノアピーも変顔するなってやっとその時期に入ってくれたかみたいな。怒られるってどういう、その顔になる、どんな怒られるかそんな変顔ばかりしたらその顔になっちゃうよってノアピーとあずみにめっちゃ怒られる。あずみさんもでもたまにしてますよね、うん、しかも変顔結構さ、なんかガチのさ笑い変顔じゃない、なんか笑えない変顔ガチの変顔、なんかそれこそ見せられないレベルのやつ、うん、ルルルル、変顔器があるんよ、みんなこの世の。デフォルトで変顔だけど質問あるそんなことないです。しすぎてその顔になっちゃったけ、うん、変顔しちゃうんよね、あの時期は。ミューポンもしてるもん。そうなん、ミューポンも変顔してる。かわいい、ミューポン。ミューポン赤っけ、うん、赤ちゃんかわいい。でもミューポンかわいい。2で起きは年上ほど人権がなくなるね。かわいそうなの、背低いしね、普通に。あずみさんが白目の変顔見せてよ。あ、したんかと思ったしたんかと思ったよ。ワイマン行くね、嬉しい。コールするねってね、言ってくれてたね。楽しみで頑張って、お仕事。それは25日のために働いてるんだよ、みんな。だから25日終わったら、え、本当にわかる、うん、みんな退職もう本当に、なんだっけ、症候群なんだっけ、え、燃え尽きそう。そうそうそう、マジ燃え尽きそうでやばいの。だから頑張ろうね、燃え尽かないように。え、でも僕隊出ますよね、クルさん。出る。え、ってことは、うん、クルさんとヒータンと僕主義どんなメンバー、 え、そういうことですよ。あ、初めて変なメンバー、うわちょっとやだ。僕たちはジェットコースターみたいにこういどんなメンバーあ、違う、ヒータンじゃない、カナウか。わかんない、私も。カナウと誰がどのポジかわかんない。カナウとクルさんと私と。え、そうなん、え、どういう状況。あ、そう、引いておらんで、指定メンバーに。あ、そもそも、あ、カナウカナウとクルさんと3人。カナウでもまあまあ、どういう状況。変なメンバー、なんかちっちゃいしかもちっちゃいちっちゃいでかい。センターカナウ、カナウだからバランスは良くないよね、こうなって。いちごのセンターでさ、あの、新芽だったらさ、いい感じになるけど、いい感じだけど、チビスやばい。あ、コール頑張る。嬉しい、楽しみだね。え、僕隊は9月、え、3日、4日、4日、いや、くれちゃう、いや、4日ね、4日です4日でした。え、ちゃんと把握してないの。いや、ちょ、やる気ある、入ってる、ちょっと今入ってる、クルさん入っちゃった今、どうしよう、ちょっとクルさんか、4日だよね、4日だなって思ってたよ。気持ちが強調するよ、気持ち、うん、今ちょっと入っちゃってた、怖かったです。あ、25日2部チケット取りました、嬉しいです。来てほしいよね、来てほしい、マジでみんな泣いちゃう確かにリオさんが入ったら怖い。どういうこと、あ、はゾーンに、リオさんが入ると怖いからでも多分私だって入られたことありますもん、ね、どういう、いつ
ツアーのレッスンの時に、あの瀬戸内ツアーのレッスンの時に、ちょっとリオさんがちょっと入ってあげて、それなんかなんかそうちょっと、ね、あったんですよ。え、あったん？私知らんわ。じゃあおらんかった？え？あった？あった？なんか大好きな人のレッスンの時に私がガチでなんかもうマジで何も全てを忘れて、もう立ち尽くしててそのままにその後のリオさん、リオさんがちょっと入ってらしてマジで分かったえ、言ってきたってこと？いや、なんか全体的に言ったけど、リオさんが入ってったからちょっと怖すぎて、なんかしかもそれ入ってると、あの自分にね、あれだもんね、自分かも、え、そう、自分にリオさんは言ってるのかなって思って、ちょっと怖かった。でもリオさんになんかもうずっとその話できなかったけど、最近だってしたら、え、覚えてるリオそれって言って、あ、覚えたの、ほらできなかったの今まで、え、最近怖すぎてもう言えんかった、それリオさんにいつまで、いつまで怖かったの？25日、いや25日、お客さんも泣いちゃう、ファンの方も泣いちゃうやつよって、クルさんも泣く、うん、え、私もうなんなら本当レッスンで泣きそうになってるもん。え、でも泣いてないじゃないですか、うん、嘘ではない、うん、本当に泣いちゃう、なんかもうすごいと思って、うん、で死ぬ、何でしたっけ、忘れましたわ、もうちょっといいわ終わり、25日、遠出できないので配信見て、さっきの気になったら絶対先輩の話して笑ってる、でも現地来てほしい、うん、してないですよ、感動する、本当に、いや切れてたとかではない、私もうなんかその最近そのさ分かる本当に成長、みんなが成長しすぎてて本当に感動する、マジすごいですよね、うん、あの曲の揃い具合とかもやばいし、声も超出てる、マジで、ね、声めっちゃ出てる、しかもみんなマイクを取り合ってて感動するなんか今まではマイク持ちます、マイク持ちます、確かに、いや、いや大丈夫です、そう、でも今日いちご、いやちょっとやめ、え、今日聞いて、聞いて、今日いちごマイク、なんかマイク一本余ってるよって知られたらちょっといいです違う違う、それは、うん、はい、聞いてください、それはあのマイクを落としたことによってちょっと精神的ダメージがあってちょっと怖くて持てなかったっていう、そういうことね、今日も、え、今日落としてた、中を思いましたよ、ね、何番、何番、え、3、え、ボコボコにしてるの誰、いや、じゃあ違う、ボコボコのやつではないですよ、うん、そのちょいボコして元からしてたやつを、うん、なんか今日そうドーンって言って宙を舞ったんですよ、ちょっと思ったらイチゴがマイク落としてて、なんか一瞬なんかスローモーションこんなになってたそういうこと、でマイク落としてチョックで持たないようにしようと思って、ちょっとあの手汗がひどくて、うん、滑って、あ、それちょっともうやばいって思って、その動画、え、確かに動画撮ってた、あ、撮ってると思う、残ってるよ、やばすぎ、ソロハさんがレッスン上で25日のストリームだけどマジすごい、借り出されているから、そうね、落としたら怒られる、いや怒られるっていうか、なんか冷たい視線を全員から浴びるボコボコなの奥歯、なんか全部ボコボコしてる、なんか上の本当にやばい、俺を泣かせたら大したもんだ、いやもう本当泣いちゃう、だって私でも泣いちゃうもん、泣いてないけど、あのクルさんが、うん、え、あのクルさんが泣きますもん、ね、あ、いや違いますよ、音の仕事聞いてほしい、え、本当にレッスンでマジマイク使う、でも8本しかないよね、だから取り合いが発生、取り合い、そう、カナウが今日言ってたのは最悪マイク取るの遅くなって残ってないわカナウよくマイク選抜落ちたって言ってますもう泣いてる、早すぎる、カナウ最近おもろすぎてちょっとおかしい、ちょっとテンション狂ってる、でも昨日ボケすぎて今日めっちゃ疲れてたもう私無理かも、そうですよね、最近カナエがボケるのに突っ込むっていう大会をしてるんですよ、両部とも泣くと思います、え、泣いても泣こう、一緒に泣こう、くるくるマイク選抜、え、結構落ちてる、あ、結構落ちてる、うん、て結構落ちてるけど、地声選抜やってる、あ、地声選抜、うん、地声界隈、地声界隈のトップ、うん、うん、トップ張ってるそう、早い者勝ちだから、マイク、なんかマイク選抜は、うん、あのボイトレの時とかは結構あの指定されるから、うん、誰で持って、誰で持ってって、そう、カナのボケに一生あのツッコミをするっていう大会をして、そうよ、で、サッチーにマイナス10点って言われたかわいいサッチさん、そう、クレさん、リヤモン、
10時に広島駅に着くんですけど、お昼何を食べたらいいですか？え、広島駅？え、お肉、お肉、え、おじ、お肉なの？え、焼肉屋さんあるじゃないですか。どこに？広島駅の、うん、お土産売ってるところの奥にある。知らんかった。え、めっちゃ大好きなんですよ。え、一人焼肉みたいな。うどんのさ、力のうどんはくるくるも行ったことあるから聖地巡礼になるよ。え、行ったことある？その焼肉。ああ、じゃあ、ある？焼肉、焼肉。あ、じゃあ、いつも行ってる。いちごの聖地巡礼できる。じゃあ2回、2個行く。うどんと焼肉、どっちも行っちゃう。やば。クリさんとのクラブ配信は初めて？違うよ。ゴッティは来島先輩のどの辺リスペクトしてる？はい、はい、クルさんの、やっぱダンス、正確な、ダンスも結構素晴らしいなって、うん、なるほどね、思いながらいつも見ていますし、うん、し？いますし、うん、あのやっぱりあの歌の方も結構あのもう素晴らしい、安定してらして、うん、結構もう素晴らしいなって思って いて、感情が持ってない、あ、みんなとも結構ちょっと仲良くピースっていう感じもいいなって思ってますし、うん、結構もう結構全てにおいて、結構しか言ってない、うん、全てにおいてやっぱり素晴らしいなって思っています。あ、そうですよ、 顔が一番大好きっていうのがあるんですけど、嬉しい、はい、嬉しい、はい、嬉しいけどなんか感情こもってないよねしかもなんかありきたりなことしか言ってない本当なのに。でも私もだよ、はい、あ、はい、あ、焼肉ライクね。そうですよ。クリさんとツンさんどっちが好き？そんなこと聞いたらいけないんですよ普通に考えて。え、でも曲言えないけど、あのいちごと私とリオツンので踊るとかあるもんね。え、あるやん。確かにある。 あった一瞬ね、思い出した。うん、確かに。じゃあどっちを見ているのか分かりながら見てるかもしれない。相思相愛、そう、相思相愛なんですよ、うん、実は。で、どっちなん、やめて、本当に切れた話切れた、ちょっとごめんけど、切れた。いちごちゃんにはみんな厳しい。え、そうなんよ、みんな厳しいよ。なんかリオさんもめっちゃ厳しい、厳しいし、クリさんも厳しいだってさだって何ですか？何でも言ってみてくださいよ。何でもない。なんかサッチーも最近厳しいんですよ、うん、なんかゆいたには、ゆちたんなんとかだよね、ゆちたん頑張ろうねって言って、で隣に私がおったら、え、やってみたいな、ふざけてだよ、うん、ふざけてやってみたいな、え、厳しいって言ったら、ね、ゆちたんそうだよね、え、いちごやってみたいな厳しいですよ、めっちゃクレさんみたい。入るよ。あ、ちょっと入るのだけはやめてほしい。でも入ってる時は本人は気づいてないんですよ。入り終わった後に気づいて振り返って、みんなでやばい、さっき入ってたっていうのを話すんですよこの前、うん、ゆうなんがめっちゃ入ってたんですよ。え、それはこっちの方だね。落ち込み、その時も入ってた、はい、最初から入ってたんですよ。で、今日入ってるって聞いたら、なんかうんみたいな、それも入ってたんです。返事も入ってたから、あ、もうこれはやばいって思って、でもあの終わり、レッスンの終わりかけの時に、やばい今日めっちゃ入ってたって笑顔で言って、かわいい、入ってたんだなって。そう、でも入ってる日のレッスンの時に、最初前半、レッスンの前半の方結構入ってて、みんな結構ね心配、大丈夫かな言うなみたいな感じで入ってたけど、うん、最後の方めっちゃあずみんいじってたなんかあずみんさんは背が低いから、あのこれネタバレ、あずみんさんの背の低さをいじっていた。そう、いじっていた。そう、あずみんさんだけは厳しくない私に。あ、あずみんさんが配信始めた通知撮ってんの？はい、クルさん、え、クルさんの来ましたよ、さっき。何撮ってんの？全員スティーユ全員。マジ？なんで？わかんない、通知めちゃ来んの？え、めっちゃ、もうブー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 、夜とか来たらもうブー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 来ますから。クルシマかき氷はないけど、クルシマかき氷？クルかき氷、パパの曲はあるかも。いちごちゃん入るときあるよ。あるの？結構入ってる。え、あんまわかんない。え、もういつもふざけてわからなすぎて、あ、振りでうわーってなって入っちゃう。
私もでも分かるよ。てかもう入りに行ってるなんかちょっと今日なんか雰囲気あるじゃないと思ったら入りに行く。あ、なるほど、空気を読んで入っているということそうそうそう。妹さんですか。はい、そうです。先輩と2人で写真とかないよね。え、あるよ入る入らないって。確かに今来た人な、入るって何って。入るって何って。あのゾーン、なんかなんか怒りとかね、ちょっと怒り悲しみとか疲れすぎて、うん、感情がこうなってる時とか、なんか幽霊入ってるみたいな感じ。ちょっと今なっちゃう。あ、ごめん。ちょっとなんか入っちゃうよみたいなのは、うん、ある。あ、コールしてる時入ってる、やばい確かにあれは入ってる、うん、みんな入っとったんや、もしかしてみんな今日入ってますねって。みんな入ってますねって。もっと入れるんか。あ、どういうことちょっと待って、びっくりした。どういうこと。私が最近感動したところは、感動したのは、だから昔はここを揃えたいからこう直してねって言って、さっき一生やっ直してくれマジゾーンに入りかけないねさっき言ったよねって実は心の中に入ってたけど、最近さ、なんかいつだったの、昨日のレッスンの時に、ここはこう振り、こういう振り付けだからこっちに合わせよう、みんなちょっとここ違うからこっちに合わせようって言ったら一発で直ってて、マジで感動した。素晴らしい。で、この泣きのゾーンに入った。泣きゾーンに入った、うん、なるほど、えらい。もっと入れるんかな、あおり。確かに、うん、確かに。もっと入れるやん入りが足りない、うん、死ぬ。2月11日に11日の東京の僕隊入ってた。入ってた、あれはあれは入ってた、さすがに僕隊ね。あのもう体調悪いの方の入ってたあれは入った。今日みんな入ってる。確かに通り目人通り目入ってた。入っちゃうよね、みんな。ゆうなも入ってるみたいになってたし。いや別にそう、たまたまだったよね。やっと言うこと聞いてくれた。やばい、みんな言うこと聞かなかった。やっと言う違うよ、やっぱそのあの入って最初はダンスすることの精一杯じゃけ、そっちに気回らんのよね。直して直す、しかももう、はい、覚えてることを、一回覚えたものを直すのって結構むずいけ、わかるんや。本当に意識せんと直らんけ。でももうなんか脳の構造が変わりました。最初はなんかもうなんかこうしようって言われてもあ、分かってはいるんですけど、なんかもう一旦待ってみたいなってなってできないんですよ、その、うん、なるその時になると、うん、だけどもう脳の構造が変わったから、うん、こうしようって。偉い。あずみんさんのルームに旗が飛んでました。マジ天才だよ。あずみんさんとの背比べはいじりですか。え、はいそう、今日あずみんさんとみゆぽんとこうトントントンってなった。マルシェンで JKT についてラブ、ラブ、マレーシア、JKT48 さん、ラブ、ラブ、ラブ。クルさんはいじられ役？え、めっちゃいじられる。そう、ヒータニーですよね。うん。え、でも結構最近みんなに、うわ、響きにも、うわ、掃除してて、クルさん何とかですよね。そう。え、何とかですよね。とか掃除してたら、浜田響きに、クルさんは子供だからもうできない、こんなのは、できない、ダメ、ダメって言われて。わしがやりますって言ってそう。あ、趣味ですか。クルさんもうダメって言われた。やばい、今あくび仕掛けだけど引っ込めたから、えらい、うん、セーフ。そう、ひいひいが悪いうちがクルさんいじらんの。え、結構いじってくる。え、結構いじったことありますよないですよの感じでありますよって言ってみたら、クレさんはどういう反応するのかドッキリでした。3点入りそう入りそうだよ入りそう、めっちゃ好きなんだけど。やっぱあずみんさん毎日いじられて言っていた、親しみやすいということですね、うん、いい関係ってこと。そう、いい関係。やばい。でもさ、本当にめんどくさいのが、その LINE 交換できないから今日もあのスタッフさん、マネージャーさん返して
いちごにこうやって送ってくださいって言って、うん、今日なんか何事かと思いました。めんどくさ。だからえなんかたまになんか、うん、これリオ、そうそう岡村からですみたいな、うん、来るリオさんとかから来るんですけど、うん、めっちゃ絵文字とかついててなんか、うん、なんか何々地に何どこどこで遊ぼうハートみたいなのが送られてきたの。確かにマネージャーさんからしてきてね思ったかえって思ったらリオさん。で私もなんかさっき11時にヘアピンポンするって言われたの。でも11時に家帰れなくて、うん、ちょっと遅れる系待っとってって言おうと思ったらそういえば LINE ないんだったと思って、めんどくさ。そうでマネージャーさん頼んで送ってもらって、いちごから返信来たのはユイニャンの部屋いるのでユイニャンの部屋来てください手伝えてくださいってマネージャーさんが来て、うん、あ、コピペしてる。そう、コピペじゃけさ伝えてくださいって思って、やばい、51分じゃん。あスクショタイムする。確かにスクショタイムしましょう。でもなんかもうお風呂上で髪がパヤパヤ。もう入った。早っ。帰ってすぐ入ったんですよ。見たよツイート。あれも、うん、なんか今日帰ってお風呂すぐ入ろうってナピさん近くで言ってたら、うん、ナピさんがじゃあ本当に入ったから連絡してって言われたんですよ。でもあれも LINE がないから無理だからなんかいくつでじゃあ言いますねって。かわいそう。本当にそうだったんだ。だから投稿しました、ちゃんと。そういうことね。じゃあいちごの X は X 見てなんだこれ、うん、と思った人はそういうことだった。そういうことだったんですね。うん、じゃあプレさんをつまむ。X の DM は使えないんですね。スクショタイム。はい。いちご作ろう。ああ、カッパ。カッパさんもバージョン。え、じゃあ待って。入った時の入った時の表情ですね。これ闇の方じゃん。怒り？これ闇だよね。マシじゃ怒り。でこっちでもじゃ入った時の顔。じゃ違うパターンしよう。あ、分かりました。やばい目が。これはちなみにあのユイナが入った時。え、分かりません。こういう顔する時はです。あ、やるやるやる。これはユイナバージョンでした。近づけない、やばい。クルさんのスナイパーみたいな。でもと鋭い目がね光ってしまったんですよ。確かに入ってますね。結構入ってますね。はい、入ってるな。明日ワイパー見ていこう。頑張ってください。え、ん、微妙な空気。微妙な空気。え、何にすんないよ。何すんないよ。ひどいよ。そういうんか。まだ仲良くない。まだ仲良くなかったね。あ、ちょっと他人かったね。ちょっと他人でしたね。ダメでしたわ。今日はじゃない、ずっとだよ。あ、え、最悪。もう終わろう。もう泣こう。終わらない。入ります。これ配信終わって入ります。私は闇の方ね。自分を見る時の目と一緒で。あ、優勝記念ポーズ。そんなことないよ。じゃあ戦うポーズ。それではスクショタイム終了で告知タイムしたいと思います。ぜひしてください。それは明日はワイルドバンチフェス2020に出演させていきます。12時35からは STU チャンネルもあるので、うん、まあ、配信もあるので、うん、STU チャンネル復活記念ですね。ぜひ見てください。配信もあるのでね、もし現地で来る方はどういうこと見てください。そう、ステージも配信あるのでぜひ見てください。そしてあ、今お話し会再販中です。素晴らしい。そう、オンラインお話し会。あ、撮ってもいいよ。 あのすごい入ってた今。
入ってましたね結構。9月23日はクルクの誕生日の前日なので、激アツですね。そうこれ祝いたいじゃろ。はいはい、はい、チェケ、これぜひおすすめです。はい、おすすめですね。それはさすがに2時間目がおすすめです。2時間目配信後から、え、STU チャンネルって配信後から見るっけ。あ、見れたと思うんです。なんか、え、見れますよね。 STU チャンネルは見れるわ。見れるはず。うん。そして朝日をお待ちしておりますと、はい、あ、25日のね、はい、うちらのフェスも、あの、今チケット受付中で一部完売、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。2部もあるので、はい、ぜひお待ちしております。お待ちしてます。してあ、これさん忘れてますよ、9月4日の僕の太陽公園も出てちゃいます。しかも一緒に出ます、はい、珍しいよね。だってでか私も機械しか出たことない。しかもポジションが違うから、うん、ポジション MC とかもちょっと一緒になっちゃうんじゃないの。え、確かにおうおうとかあるので、はい、で私も何ヶ月ぶりかなので、ぜひ、うん、一緒に頑張りますので見に来てください。はい、こっちも、こっちも、あ、はい、はい、やばいやばい。そしてなんだ、あ、改めてロードモバイル、 あの優勝ありがとうございました。この約1ヶ月間、あのログインできない時間も結構多かったかもしれないんですけど、皆さんと一緒にゲームできて本当に嬉しかったです。そしてギルドにも入ってくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。あと、あのメールも書くんだけど、ゲームのチャットにも、チャットも、あの後でちょっと感謝の言葉を送るので、まあちょっとあれだったら抜けても大丈夫なんだけど、まだ行けそうだったらギルド抜けずに待っていてくれたら嬉しいです。グラビア超絶可愛く映れるように頑張りますとか言って、でも今日ジャワリコ買っちゃった。あ、まあでも細いから、そういうのもある。細いから、あれ細いからカロリー、そうそう、細いジャワリコ買いました。カロリー低いちょっとあ、途中から参加したけど楽しかった。あ、よかった、一緒にできて。こちらこそ本当に楽しかったし、皆さんとちょっとできて楽しかったんですけども。それでは壇上、そう、ライブで確かに明日勝利しよう。13位のの、ありがとう。12位オノピー、ありがとう。11位竹まつる、ありがとう。10位しまじろう、ありがとう。9位とんちゃん、ありがとう。8位まさか、ありがとう。7位まさお、ありがとう。6位ハマー、ありがとう。5位ちゃん、ありがとう。4位トマトポ、ありがとう。3位キュエル、ありがとう。2位オノマサ、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルパーン、ヨシーゾンビ、ありがとう。ヨシーゾンビバレるの、バレるの、あ、あ、入ってる。うわ、入っちゃいましたね今のは。今日も配信見てくださってありがとうございます。明日も頑張りましょう。あ、明日って金曜日か。あ、明日金曜日、明日金曜日か。金曜日も頑張りましょう。それではおやすみトモール。なんか言って、おやすみ。おやす、おやすみ、おやすみ、み、み、おやすみかん。ミスったな。大ミス。おやすみ、おやすみ、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 あ、み、み、う、ミク。ダメだよ。なんでですか。いちごダメ。みかんゼリーは。いちごの足の指、もう今のなんか足の指の間になんか手をぶち込まれました。怖かったです。いちごの足の指に指突っ込んじゃった。おやすみ。明日トトロあるんだ放送。え、見ちゃう。好きなん。え、別に好きじゃないです。あ、好きです。あの好きだけは見てないよね。え、久しぶりに見たいなみたいな。うんうん。